どうも、カーボンです。動画見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回は福袋開封第4弾ということで、エンデルゲームズさんの福袋、こちらを開封していきたいと思います。値段は1万5000円のものを選びました。他にもあったんですけれどもね、手頃なやつにしてみました。ということでこちらエンデルゲームズさんの福袋なんですけれども、年が明けてからすぐに通販で販売されたものになります。これね、買うときにね、すごいサイトにアクセスが集中して全然つながらないみたいな、なんか状況になってたみたいなんですけれども、僕は奇跡的にそのアクセスがつながって、購入まで行けたっていう感じになってます。本当ね、奇跡ですよね。ああいうのってなんか大体僕は買えないパターンが多いんですけれども、なんか奇跡的に買えちゃったみたいな感じですね。ほんとラッキーでしたね。はい、ということで開けていきたいと思います。ホチキスがついてますね。なんかエンダルゲームズさんの福袋は結構人気らしくて、だからサイトも集中してなかなか買えなかったのかなと思うんですけれども、なんかフォロワーさんの中にもなんかエンデルゲームズさんの福袋欲しくてなかなかアクセスつながらなくて買えなかったっていう人もなんかいたみたいですね。はい、ラッキーでしたね。はい、よし、じゃあちょっとこれも下に置いて取り出していきたいと思います。まずは、なんかこちらが入ってましたね。これはシングルなのかな、ちょっとわかんないので、これはとりあえず一番最後に開けようかなと思います。あとはパックでしたね。パックがまずこちらのストリックスヘイブンのドラフトブースターですね。これは日本語版かな？はい、日本語版。で、そして、二つ目が、ホゴトンレルムの、セットブースター。はい。で、三つ目が、モダンホライゾン2のドラフトブースターですね。はい。なんか、ブースターが多いですね。ブースターと、この、なんか怪しい袋。みたいですね。あとはシンクのちぎりのドラフトブースター、あとは統率者レジェンズ、はい、なんか宝石の睡蓮でしたっけ、あれが出るレジェンズ、統率者レジェンズのドラフトブースター、あとはこちらのミステリーブースター、はい、なんか何でしたっけ、テストカードみたいのが入ってるっぽいですね。はい、なんかスリバーのドラゴンスリバーみたいなやつが出ると熱いみたいな感じですかね。はい、これはなんかね、すごいパックがおしゃれですよね。なんかこれ並べて写真撮るとすごい映えますね。はい、はい、ということで、あとはこれだけなんですけれども、これが何入ってるんだろうなっていう感じですかね。うん、多分なんかこのブースターは結構おまけ的な感じで、ほんとこっちが本命みたいな感じなんだと思います。はい、じゃあこっちも開けていきます。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ということで、これがおっと待てよ、すごいローダーに入ってますね。え、あ、なるほど。とりあえずどっちも裏になっていて、中身は見えないようになってますね。はい、1万5000円分ぐらいのカードが入ってんだろうなぁと思うんですけれども、ローダーに入ってると思ったらローダーに入ってなかったですね。はい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 。で、これが結構枚数がありますね。お、ちょっと見えるね。
ゃあちょっと見ていこうかな。はい、まず1枚目がリクルーター、こいつなんだっけ、結構これいいお値段するやつじゃないですかね。なんか3,000-4,000円する、なんだっけ、なんだったかなこいつ、なんだったかな。はい、これは護衛募集員っていうカードで、3マナ11なんですけれども、場に出た時にライブラリーからタフネス2かのカードを持ってこれる、手札に持ってこれるカードですね。はい、これね、なんかね結構お高くて、よくデスタクとかに入ってるのかな。はい、ちょっと僕デスタク作りたくてこれもなんか買った気がしますけど、はい、追加で出ましたね。はい、ということは同じぐらいのレベルのカードが3枚ぐらい入ってるのかな。はい、で2枚目が、あ、シェルオレットだ。これあれですね、ホーム間サイクルの黒いやつ。はいはいはい、7766で、沼あたり、あなたのアッパーキープの開始時に、墓地にあるクリーチャーカードを戻してもよいってやつで、で各対戦相手のアッパーキープ開始時に、そのプレイヤーはクリーチャーを一定期に下げる。よくあるなんかホーム間のサイクルですかね。あ、あれか、失勢感じゃなくて、あれか。ファイレクシャーのホーム間の黒のサイクルってやつかな。結構これもいいお値段がするんじゃないだろうか。ちょっと僕は値段とかあまりよくわかんないですね、これ。はい。見たことないカード。いや、見たことはあるし、普通の、これ普通の絵柄じゃないですよね、多分。多分僕、普通の絵柄のやつは持ってたはずなので、ちょっとよくわかんないですけど。で、これがラスト。これがラスト。お、フェッチ。これはやばいっすよ。これはね、僕ね、大好きなフェッチランドの、最近しかもね、これ高騰してってね、してきて、かなり、そう、なんか安いところでも結構1万余裕で超えるようなレベルのカードで、これはね、これはやばいっすよ。いやー、しかもかなり綺麗な感じで、これは嬉しいな。でも多分ハレリアさんの値段で1万5000円ぐらいしてるんですよ、多分。確か。で、これがもうなんか4000円とか、そんぐらい。で、ついでにシェルオレッドがついてくると。多分シェルオレットもそこそこいいお値段がしたんじゃないかなと思うんですけれども、ということで、なんかそれになんか追加でこんなブースターがついてきてこんなことになってるみたいな、なんかすごい、とても僕は満足しましたね。はい。アフリカ歴史部はね、もうね、何枚あってもいいからね、フェッチはね、もういくらあってもいいからね、そうそう、デッキ作るたびにね、これが必要になるからね。はい、そんな感じでしたね。ということで、エンダルゲームズさんの結果はこんな感じになりました。やっぱりね、人気なだけあって、なんか満足度が結構高いような感じになってますね。まあ、ちょっとなんかブースターとちょっとシングルみたいな感じで、ちょっと見た目的にはそんなに派手というか、なんかいっぱいものがあるっていうような感じじゃなかったけど、もうなんかこのシングルがやばいですよね。はい、ということで今回のエンダルゲームズさんの結果はこんな感じになりました。ということで、2022年の福袋開封は、以上になります。一応ね、こちら4つ目の動画なんですけれども、開封も結構楽しくて、また来年も同じような感じで買ってみたいなと思いました。ただこういうところはね、アクセス集中しすぎて、また買えるかどうかは分かんないですけどね。また買えたら、ぜひとも買いたいと思います。
あと今後はよくこのブースターとか結構もらったんで、そちらをちょこちょこ開封して、またいつも通り開封動画開けていきたいと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。またよかったら見ていただけると嬉しいです。じゃあねー。